沖田雇用跡群、または、沖田洋は、農尾平野北東部の庄内川、伊北、愛知県カス市や小牧市、犬山市の丘陵地帯に分布する雇用跡群の総称。南東のさなげ雇用跡群と並び、古代終わりにおいて、末期や、それに続く時期、河原などを焼いて、一大生産地となったことで知られる。沖田洋座標は、中心的な市群である、 篠農家雇用跡群47号用展示施設の位置を北雇用跡群は、小牧市死農家に分布する篠農家雇用跡群を中心として、犬山市今井、赤坂、春日が市、上谷、下丸、高蔵寺などの広範囲に分布する。鎌太鼓造りは、丘陵斜面を利用した半地下式の穴倉用である。5世紀末に名古屋市東部に起こった末木用である。 さなげようの拡大に伴い、小牧市、篠岡地区において、釜場が作られ、古墳時代末から、飛鳥時代にあたる7世紀後半から、スエキの生産を開始した。自社勢力や律令政府の影響力が働いていたと考えられ、スエキ以外にも、瓦や硯を多く産出することが特徴で、それらの製品は、大仙廃寺などの地元終りの古代寺院や、神画のほか。 奈良県の石上遺跡など機内の国家中枢部にも供給され、8世紀前半には一時的に、さなげようをしのぐ生産量を誇った。しかし8世紀半ばに一時衰退する。平安時代に入る8世紀末、内し9世紀初頭に、さなげようで国内初の量産型人口、西遊陶器である海遊陶器が生産されるようになると、9世紀中頃から、 末期生産を再開していた沖田洋でも、同世紀後半に海洋陶器の生産へと移行した。市農家小山跡群では、緑油陶器の生産も同時に行われた。十世紀から十一世紀にかけて最盛期を迎え、製品は、東海地方及び機内へも流通した。十一世紀末になると、さなげ洋や初期瀬戸洋などの、周辺の海洋陶器洋で一斉に起きた現象と、同じく、 生于技法を放棄して、無有の山茶湾生産へと変化し、平安時代も末となる12世紀代に釜創業を停止したと考えられている。ありがとうございます。